耳で読む今昔物語集巻1第2話花園で生まれた大使の話危機物語。今は昔、釈迦如来の母摩耶夫人は彼女の父の全覚長者と共に春の初め2月8日にルンビニ園にムーシュを見に行きました。夫人は園に到着すると宝の車より降りました。たくさんの美しい洋楽、ネックレスや腕輪などの装飾品をつけた彼女はムージュに歩み寄ります。彼女には8万4000人の女官が従っており、10万の車を連ねておりました。大臣や公家、様々な役職の官が従っていました。木は葉が茂り、根元まで枝が垂れていました。あるいは緑、あるいは青、クジャクの首のように照り輝いてとても美しいのです。夫人が木の前にいたり、右手を上げて木の枝を取ろうとした時、右脇から大使が生まれました。光が放たれました。その時、天人、魔王、梵天、沙門、バラモンなどが木の下に満ち満ちました。生まれ落ちた大使を天人は手を添え、四方に7歩ずつ歩ませました。その足を下ろそうとすると、蓮の花が咲いて、足を受けます。南に7歩歩いては、人々に福を生じる源となることを示します。西に7歩歩いては、これが老、死を断ち切る最後の聖であることを示します。北に7歩歩いては、生死を離れることを示し、東に7歩歩いては、人々を導くことを示します。四隅に7歩歩いては、煩悩を断じて仏となることを示します。上に7歩歩いては不浄のものに接しても汚れないことを示し、下に7歩歩いては法の雨を降らして地獄の火を消し、人々に安穏の楽をもたらすことを示します。大使はあらゆる方角に7歩ずつ歩み終えると、諸仏偈を説きました。私はこれまで輪廻転生によって数々の生を生きてきたが、これが最後となる。私はもう生まれ変わらない。私はすでに名門を断ち切っている。今後は人々を助ける。七歩の歩みは七角詩、仏教修行の一つの心を表します。歩むごとに地より蓮の花が生ずるのは知人の働きによるものです。四天王は天の織物で大使を包み、宝の机の上に置きました。帝釈天は宝の傘を差し、梵天は白いホス、坊さんが持ってる白い毛のついたほうきのようなものを取って左右に控えました。なんだ、バツなんだの竜王は、虚空の中から正常の水を吐いて大使の身にかけました。水は暖かくなったり冷たくなったりします。大使の身は金色で、仏だけが持つ32の層を備えていました。大いに光明を放ち、すべての世界を照らします。天竜八部、仏法を守護する竜や夜叉などは虚空の中にあって天の音楽を奏でます。天から天や洋楽が乱れ落ちる雨のように降ってきました。マカナマという大臣が大王のもとに参り、大使が生まれたことを伝えました。様々な稽古があったことも申し上げました。王は驚きつつ園に入りました。一人の女官が大使を抱いて言います。大使、父王がいらっしゃいました。敬礼してください。王が答えます。まず我が師のバラモンに礼をして、その後でよい。女官は大使を抱いてバラモンのもとに参ります。バラモンは大使を見て王に言いました。この大使は必ず天人女王、理想的な王となるでしょう。王は大使と共にカビラ城に戻りました。城からそう遠くない場所に天神を祀っていました。名を増長と申します。釈迦族の人は皆その社を礼拝して願いを叶えてもらえるよう祈っていました。王は大臣たちにその天神の社に詣でさせようと言いました。
私はこれから大使と共にこの天神を拝みたいと思う。乳母が大使を抱いて天神の社に詣でると一人の女天神が現れました。名をムイと申します。女天神は堂より出て大使を迎え、手のひらを合わせ敬敬し、大使の御足を朝礼しました。その上で乳母に語りました。大使は優れた人です。軽んじてはなりません。また大使を私に礼させるようなことがあってはなりません。私が大使を礼しなければならないのです。その後、王と夫人、大使は城に入りました。マヤ夫人は大使が生まれて後7日で亡くなりました。王はもちろん国民も嘆き悲しみました。大使は未だ幼少であり、王は嘆きました。誰に養ってもらえばいいのだろう。夫人の父である全格長者には8人の娘がありました。第8の娘をマカハジャと言いました。まるで実の母のように大使を養ったのはこの人です。大使の叔母にあたります。大使はシッタと名付けられました。マヤ夫人は亡くなって後通り天に生まれたと伝えられています。